とある驚くべきことをしました。さてそれは一体何でしょう。ショコタマの放送はご覧のスポンサーの提供でお送りします。心配だね、豆が当たってぶら下げないとね。こいつを虫から守るよ、虫除け当番。お気型タイプも、あなたの疲れ私に任せて。見てお疲れが抜けてない。あなたにこの顔で女子かな。もう一考え。朝でも夜でも疲れに1回1錠キューピーコアゴールドアルファプラス。元気出して。仕上がりが綺麗なだけじゃない。誕生新マイナス5歳肌リキッド。朝のつるんって仕上がりがずっと続いてるの。夕方まだ綺麗だとテンション上がるよね。新マイナス5歳肌リキッド。プリマリスタ。さあカットされてるっす。有馬さんが以前雑誌の写真撮影のためにした驚くべきことを言ってます。この辺血だらけで行ったんじゃない。血だらけで行ったんじゃない。驚いちゃないじゃない。何の雑誌撮影それ。驚くべきこと。いや驚くべきことって驚くことだけじゃないだろ。雑誌撮影のために驚くことだよ。これね、いい写真を撮るためには努力も取らせないと。いい写真を撮るためには努力。いい写真を撮るためにはこれが必要だとね。え日焼け。日焼けしてるままが変わってるんだから。これね、ちょっと走り。いやー、うしなあ、笑っちゃう。カメラマンさんとより深くコミュニケーションを取れなかったんですよ。カメラマンさん家に泊まりに行った。あー、泊まりに行ったところがもっともくすんだ。くすんだ、正解。まず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 。正解はカメラマンさんと1ヶ月写真撮影のために参戦したでした。リストバンド2番でお待ちの方、その2人にしか出せない表情を撮ろうと。で1ヶ月間どうするしていて、ずっと一緒にいたのでお互いの時間を持てなかったりっていうので、ちょっとこう不知見感みたいなのもしましたけど、終わってしまうと寂しいものだったなって感じました。ということで、今回はカメラマンさんと同棲したって思いました。皆様今どこだったことに考えてるでしょう。ご安心ください。女性です。あ、なんだ女性か。おやな、そう。